ざわ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 始まったよ。さあ、はい、始まりました。生のアイドルが好き第11回略して生アイドル、イエーイ、きたーやったー。皆さん、皆さん早速コメントがいっぱい。ねえ、すごい、ありがとうございます。ありがとう、みんな。パチ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 。はい、MC を務めます、はい、乃木坂46の松野沙織と同じく乃木坂46の中田香菜です。イエーイ、すごい今慌てたね。さっきまでね、ちょっとね、楽屋の方にいろいろちょっとやってましたら、ちょっとね、遅れそうになってしまいまして、ね、そんなのこれ生ドルは、うん、今ニコ生でも放送してるけど、はい、それそのままピグーでも放送されて、はいはい、そのピグーの特典映像がね、つ、はい、いてて今撮ってたわけですね。そうなんですよ、本当に直前のオフショットなので、うん、ぜひ皆さん見てください。イエーイ、はい、いやすごい、なんかタガメ、タガメ、タガメ、そう、私タガメ食べたんよ、実は。何タガメって、なんかね、乃木床、乃木床でタガメ食べたわ、ね、あ、食べたんや。そう、すごいね、なんかほら、タガメ女とかなんかやだと思ったよ。めっちゃタガメばっか書いてあるよ。ほんとに、まっちゃんね、めっちゃタガメばっかだったんよ、ほんとに。え、そうなの。食べてたよね、ちょっとあの、あれか、あ、マカオのやつか。そう、マカオのやつ。ちょっとね、絵が、なんか深夜やのになんかこんなんなんか放送していいんかなっていうのがちょっとグロテスクで、なんか申し訳なかった、本当に皆さんすみません、あんな夜中に本当に、はい、まあ、というわけで、そうなわけで、はい、もうこの間、うん、バレンタインがあったわけですけども、はい、そうですね、さゆりんはなんか作った、うん、え、まっちゃん作ったんよ。え、何作ったの。そう、それもな、うん、なんかまあ、乃木床や人間のまた、あー、覚えてる、知ってる、それか、なんかうちもらってないなと思ったら、そうなんですよ、実は、その、はい、その場におった子には、うん、手作りのプディング、フルーツプディング、プディングな、配ってん、そう、うちらには作ってくれないの、普通に、あの、そのテレビ用にしか作んないの、シャイリンは。うん、でもね、まっちゅんさ、うん、ほんまに作ろうか、じゃあプディングやで、でも、あ、でもやっぱ、やっぱやめてくれ、プディングか焼きチョコのどっちか今のところ。あ、ね、去年のね、焼きチョコもね、うん、見たけど、でもね、あれな、意外にな、真夏がな、すごいな、あれ食べたいってめっちゃ言ってくれて、そう、ほんまに焼きチョコの、うん、焼きチョコ、私あれの意外に好きなのって言ってくれたからな、意外にあんまり、ほら、炭チョコとか書いてあるよ、コメントで、なんでやねん、ほんとに焼きタガメとか書いてある、めっちゃ美味しかった、焼きタガメ、ほんとにダメ、あれはタガメ作るか、じゃあタガメ焼こうか、怖え、そんな、はい、ほんとに、はい、で、そう、うんうん、前回の、生ドルで、はい、うんうん、弾幕豆まきっていうのをやってもらったじゃん、はい、やっていただきました。豆をまいてって言ってゼロをいっぱいバーって打ってもらったやつだったじゃん、うん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 、それを今度はバレンタインがこの間だったので弾幕、うん、バレンタインチョコまきをやりたいなと思って、はい、おー、なるほど、はい、でチョコってなんだろうね、あの、四角い、あ、ちょっと黒い四角いです、あれね、黒い方の四角、うん、塗りつぶされた四角みたいな、なんかみんなわかんのかな、あ、なんか丸の、丸もあるけど、あ、丸でもチョコっぽいけどね、うん、何がいいんやろ、皆さんわかりやすいやつ、ね、じゃあ、自分のチョコっぽいものを、うん、あ、なんかすごい、あ、濃いめの、あ、石型のやつもあるんやね、そうだね、じゃあそれをこう、うん、うちらがチョコくださいって言ったら、うん、こうバーって、はい、いつもみたいに弾幕を、はい、ね、はい、やってもらいたいなって、ね、やってもらいましょう、はい、はい、じゃあ皆さん準備はいいですかね、いきますよ、じゃあ、はい、せーの、チョコください。お、来た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 、あら、いっぱい、なんか思ってるめっちゃ可愛いな、みんな、ね、星さんなんかすごい、うん、なんか可愛いね、可愛、うん、い、待って、タガメとか書いてる人もおる、本当にタガメ来てるよ、バレンタインチョコなのに、そう、いくちゃんからのこんにゃくね、実はお母さんが家持って帰って大阪から、うん、もらってんよ、けどさ、正直さ、なんかどうしたらいいかわからなくて、ずっとな、置いとったんよ、だからお母さんがな、この前なんかライブ来た帰りに大阪に持って帰りました。やば、本当に、いや、じゃあ、てちくさよりは食べてないのね、わあ、そうなんですけど、あ、皆さんチョコありがとう、あ、そうだ、そうだ、チョコありがとう、本当に、うん、みんなありがとう、やばい、ありがとうございます、うんうんうん、はい、はい、で、さっきはじゃあバレンタインの話しましたけど、はい、その次、その1週間後、うん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 、2月22日、はい、2周年のバースデーライブありましたね、はい、うん、どうでした、かなり、楽しかったね、楽しかったね、うん、本当に純粋に楽しかった、うん、なんか
ね、なんかでも不思議じゃなかった、感覚的に。なんか1枚目からさ、順番にさ、なんか歴史をたどっていくのが、なんかすごい、なんか気持ちよかった、私は。なんかね、振り返っていく感じだね。もう本当になんか自分の中のなんか記憶もすごい一緒に呼び起こされて、あ、こんなんあったなとか、ね、すごい面白かった、本当に。別に MC で、はい、中田リズムやったの、でも、あのみんなやってくれなくて。え、そうなん？そう。それで、あの、なの、すごいそこだけ心残り、すごいいいライブだったんだけど、結構けど最後の方にあって、あのめっちゃなんかね、私、うちしらけた感じで、パパママ見に来てたんだけど、パパとママがあれ帰ってくれたじゃん、乃木どこの、あの、ね、タレコミ企画の時だったから、なんかちょっとパパとママも申し訳なさそうに、そうなんや。でもほら、あ、でもな、疲れてたもんとか、なんかほら、みんなちょっと言い訳がね、なんかそのね、言い訳がね、すごいね、苦しいのよ。恥ずかしかったもんとか。え、難しい、そんな難しくないの。いや、じゃあ一緒にやる。え、い、なう、今、どんなやったっけ。はい、じゃあちょっと、じゃあそこの前の皆さんも立っていただいて、はい、足を、はい、あの肩幅ぐらいに開いてもらって、はい、腰をちょっと落とします、はい、落としました。腰を右右左左右右左左右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 左これ見てる人誰もやってへんと思うけどだって悲しい、うちらしかやってへんやろな、これ。すごい、ほら、だって悪夢とか言われてるのに。ねえ、待って、ひどい、みんなやってくれる。でも俺はやったぜとか言ってくれてない、やってくれてるから。優しい、優しい、まあ、ちょっとやはやってくれた人が、もういいです、もううちは、うん、え、でもな、もう一個な、マッチもあって、なんかコンサート中に、あの2期生の子と対決したんですよ。知ってた、知ってた、あの真夏とラリンとね。そう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 、うん、私は純奈ちゃんとやったんですけど、なんかっていうかもうね、2期生の子ね、すごいみんなマイヤン推しやねん。あ、ねえ、そう、びっくりしたね、みんなに推しメン聞いてってるのさ、みんなマイヤンです。そう、みんなマイヤンですって言うから、なんかでも、まあ、この生ドルを見てくださってる人は、まあ、多分マッチュンの方が好きちゃうかなって思ってて、まあ、見てくださってるからね。まあ、それはじゃあさ、ここでさ、聞いてみれば、ここで、ね、これアンケートできるじゃん、あの、うん、あ、そうやな、最近たまにしかやらないけど、1と2で、聞きたい聞きたい、1が、あの、マイアンで、2がサユリンで、あの、あなたの推しメンはどっち、投票お願いします。おー、早い、白黒つけようじゃないか、今。あ、めっちゃ早い。1がマイヤン、みんな間違って1押したらあかんで、ほんと1、いや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 、うちマイヤン押して、押せるよ。いや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 、サイリンより、いや、みんなさ、まあこれちょっとな、やっぱマッチューンの番組やから、ちょっと気使ってくださってるのかなって、うん、いや、あ、じゃあ結果が、おお、来ました。はい、じゃあ結果はこちらです。おーおー、なんかちょっとリアリリアリリアリやこれはなんとマイヤンが44でサヨリンゴが55。めっちゃ僅差やから、ちょっとリアルなんちゃうか、ちょっとなんか逆にね、これ一番反応取りやすい。しかもマイヤンがいないところで勝手に疲れちゃったからね。これはちょっとじゃあ明日マイヤンに報告します。あ、この後会うわ、マイヤンと。あ、そっか、そう、だからマイヤンに報告しますね、みんな。あ、あかんな、ダメだよ、ダメだよ、ないしょないしょ、報告したらあかんわ、そんな。みんな優しさでさ、サヨリン入れてくれてる。お前だって今だけ気使ったってコメントしてた。すごい、うん、まあ、そうやもんな、でも数字で見たらもうマッチューの勝利やから、まあ、うん、でも生ドルって2人だけの番組なのに、マイヤンに 44% も入ってるっていうのがもうちょっと問題だけどね。確かに、マイヤン多いって感じ、本当優しさとはやで、本当に。じゃあ、じゃあもう、はい、まあ、ちょっといい気分になったので、じゃあそろそろ参りましょうか。はい、じゃあ今回はライブでも好評だった私たちの乃木坂46デビュー曲ぐるぐるカーテンを聴いていただいて番組を始めたいと思います。それでは生のアイドルが好き第11回スタート。聞いてもらいましたぐるぐるカーテンはドワンゴ JP で配信中です。詳しくはドワンゴ JP のサイトをチェックしてダウンロードしてください。よろしくお願いします。すごい懐かしい、はい、ね、懐かしいね、みんな若かったね、若かった、なんかね、すごいこの歌聞いたらなんか泣きそうになれへん、ね、わかる、なんか、あの、初めの心をなんか取り戻すみたいな、なんか、あの時は若かったみたいな
や今も若いで私は。あほら今も若いよって言ってくれてるよ。あ、コメントでも。みんな優しい、ありがとう。そんな。嬉しい。はい、うん、はい、じゃあ、はい、ね、早速ね、うん、皆さんお待たせしました、はい、ゲストをお呼びしたいと思います。どうぞどうぞ。はい、明るく元気に爽やかに21世紀最初の純白アイドル、私たちサンミュです。よろしくお願いします。はい、ときめきクラスメイトレイちゃんこと長谷川玲香です。よろしくお願いします。はい、胸キュンキャラメルボイス彩菜こと木下彩菜です。よろしくお願いします。はい、ふわふわマシュマロガールハルルンこと山内遥です。よろしくお願いします。はい、ミラクルストロベリーアイズともきょんこと京極ともかです。よろしくお願いします。はい、奈良が生んだピカピカ関西娘やーちゃんこと小林弥生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、どうぞお座りください。はい、かわいい。はい、サミューさんはですね、明るく元気に爽やかに21世紀最初の純白アイドルをキャッチフレーズに昨年1月にデビューした8人組です。松田聖子さんなどの数々のアイドルを生み出してきたサンミュージックグループが21年ぶりに手掛けたアイドルグループさんなんです。はい、で早速ですね、はい、いつものアンケートを、はい、書いてもらっているので、はい、ここで紹介したいと思います。はい、イエーイ。はい、で、ですね、はい、じゃあまず1個目、うん、はい、やーちゃんさん、はい、早速なんですが、はい、特技の、はい、関節技を、はい、見せてもらいたいなと思います。なんかいくつかあるんですけど、一番気持ち悪いやつがいい。これくぐるやつ。じゃあちょっといいですか、連続で。じゃあお願いします。いきます。はい。だからこういうやつ。やばいやばい。そうなんです。かっけすごい。本当に。え、おかしい。おかしいです。そうなんです。いろいろ指が反対向いたり。え、人間ってそこまで動かないもん。そうなんです。指反対向いて。どうなってんの。左手で左耳を触るんです。無理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 。そうなんです。すごい。え、全然痛くないんですか。全然痛くないです。すごい。でも一周回っちゃう。すごい。え、なんで見たこと、それは見たことない。え、なんか外れてる感覚とかありますか。はないんですけど。ちょっと、あ、ちょっと初めからこの空気大丈夫ですか。すいません。ホラー、ホラーホラーじゃないですよ。なんか私、テレビでやってらっしゃるの拝見したことがあって、うん、それで、なんかちょっと生でね見てみたいなと思ってやってもらおうと思ったんだけど、なんか迫力すごすぎて普通にびっくりしちゃった。普通にもう言葉が出なかった。はい、こんな感じです。すごい、はい、ありがとうございます。ちょっとびっくりした。なんかもともと手足も長いですよね。ありがとう。ちょっとすごい。右耳ならね、もっと見たい。そう。じゃあ続いてれいちゃむさん。はい、はい、これも特技なんですが、はい、笑顔でみんなをときめかせることができるということで、はい、3カメさんに向かって、はい、お願いしてもいいですか。じゃあれいちゃむの笑顔まで3、2、1。みんな大好きだよ。かわいい。かわいい。初めて見たこれ、ね。初めてやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ときめいていただけましたか。あ、どうですか。あ、コメントでもかわいいとか。いやー、すごい。ありがとうございます。ときめいていただけましたか。ときめきました。ありがとうございます。難しい。そんなサイリンが照れちゃった。なんか私が照れちゃった。すみません。では、じゃあどんどんいきますよ。はい、じゃあともきょんさん、はい、これってサンミューだけと思うことっていうので、はい、メンバーみんなで共同生活をしている。はい、そうなんです。今みんなで共同生活をしているんですけど、
すごい自炊とかしたり、洗濯も自分たちでしているんですけど。自分たちで。はい、自分たちで全部してます。え、なんか部屋とかは。部屋は2つに分かれてるんですけど、2階がともきょんとあやなで、3階がれいちゃむとはるるんとやーちゃんです。はい、個人の部屋とかはないの？個人の部屋は2人で1つです。そうです、2段ベッドで寝てます。基本1人の時間がないんです。ないです。え、なんかすいません、花粉症大丈夫大丈夫。そう、花粉症でね、そうずっとね、やばいんですよ。すいません、どうぞ続けてください。そうなんだ。はい、なんかうちらね、多分共同生活とか無理だなと思う。正直乃木坂もなんかいいけど、うん、多分みんな共同生活は向いてない。嫌だもん、そんなの。でもお料理上手なんですよね。え、あれ？クッキングモード、いろんな意味でクッキングモードあるから。あ、一応、はい、料理がうまいっていうか、料理をする度胸があるというか。料理、一応そうなんで、料理はすごい好きで、うん、なんか食べてもらうのも大好きなんですけど、え、うまいって言っていいですかね、私これから。いや、ちょっとでもさっき言ってた焼きチョコ、うん、あ、そうなんです、食べたいです。本当ですか？食べてみたい。本当にやめた方がいいと思います。そう、気になってた。あの、すごいなんか黒焦げのなんかなんか炭みたいな持ったらポロポロ崩れる感じのやつですけど、大丈夫ですか？結構ガチでスタジオめっちゃ臭くなるんですよ。あれ、あの箱に入ってて開いた瞬間、なんか匂い、ね、すごいすごい、そんな嬉しい。でもそのイメージ持っててください。はいはい、お料理うまいってイメージで。まあね、もうちょっと、はいはい、続いていきますか。はい、はい、じゃあ、あやなさん。はい、あの、実はメンバーに言いたいけど言えないこと。私これあれなんです、はい、今ここにいないメンバーなんですけど、はい、あの、メンバーにせにゃんって最年少、はい、中学校3年生なんですけど、はい、最近寒いから一緒に寝てるんですよ、はい、夜一つの布団で、はい、でもなんか起きたら私布団着てないんですよ、いつも。だから夜中に多分そう、いつもなんか夜中に 3,4 回起きるんですけど、目覚めるたびに私布団着てなくて、で、かぶってない、布団かぶってない、かぶってない、着れない、かぶってなくて、何回なんかそうかぶってかぶって寝るんですけど、またその起きた時にはかぶってないんですよ。だからでもそれセニアンにちょっと言えてなくて、そう、じゃあセニアンにはセニアンにはなんか。セニャンにはなんかあやなが寝相悪いって文句言われてるので言えないんですけど、ちょ、実は着てれてないから。そうなんですよ、今セニャンが見てたらちょっとこの理解してもらって、あの布団、なるほどね、譲ってもらえたら嬉しいです。なんかすごいもう突っ込みたいところがありすぎて、正直今あんまり話入ってこなかった。せにゃんにせにゃん、なんか布団切れねえよって思った。すごいかわいい、そんな感じです。かわいいから一緒に寝たりするんですね。はい、なんかでももう多分1月か12月から本当にずっと一緒に寝てて、すごい。私この間初めて知ったのが、あの、私には直接は聞いてないんですけど、こう雑誌、出演させていたら雑誌を見たら、一緒に寝てる理由がそのあやなと一緒に寝たいからだと思ったんですよ、はい、私パジャマ、もこもこのパジャマ着てて、はい、あやちゃんがもこもこしてるから一緒に寝てるんだみたいな、はい、そういう理由だったんだ。服だった、そう、服のおかげだったみたいです。え、でも2段ベッドで寝てらっしゃる。そうなんです、2段ベッドなんですけど、今は上のベッドで寝てます。仲いい、仲いいですね。高さ、だってカナ一緒に寝てくれるわ。絶対やだ、絶対やだ。そうなの、絶対なんか足とかめっちゃ開き始める。絶対なんかうわって起きたらなんか足めっちゃここら辺とか起きてて、結構 ね寝相悪くて。そう、ちょっと足がね、開いちゃうんだよね。ちょっとね、足が開き気味。本当、もうどうしましょう、女の子かしら私。はい、では、じゃあ次行きます。はい、はい、じゃあ、はるるんさん、はい、これも実はメンバーに言いたいけど言えないことなんで、はい、
ベタベタひっつかないでほしいですねって書いてあるんですけど、あの三人メンバー結構距離感近い子多くて、特にやらちゃんなんですけど、もうこの辺で喋るんですよ。で何かあるたびにこうしてくるのがちょっと正直私的に NG なんです。NG なんですか？なんでなんかやらちゃんになってくる、やらちゃんになるじゃないけど、なんかやらちゃんみたいになっちゃいそうっていうか。ベタベタが映りそうってことかな。本当にこういう感じがちょっと慣れてなくって。恥ずかしい？恥ずかしいじゃない。なんか違う違う、寒気がなんかちょっと傷つくわ。でもうちもね、あんまりちょっとくっつかれるのに、でもなんか左右リンゴさんって言っていいですか？はい、すごい近そうなイメージがあります。私めっちゃ近いんですよ。人に触るのが好きなんです私。めっちゃわかります。わかりますか？仲間ですね。なんかね、寂しい時ね、すごいね、すぐチューとかしたくなっちゃう。もうなんかあのなんかほっぺとかにするのもよく、ほっぺとかにしてくるんだけど、髪の毛とかにしてマーキングとかして。マーキングしちゃう。あれですよ、殿方にはしないですよ。限定ですけど、限定だけど、もうなんか可愛い子にはすぐ。まだじゃあセーフかな。まだセーフ。まだ、はい、セーフ。だんだんこうならないように。だからハルちょっと耐えてあげてください。頑張ります。私がそんな言っちゃった。はい。ではじゃあ、はい、じゃあアンケートを紹介しましたけど、はい、じゃあ視聴者の皆さんもゲストさんに質問したいことあるんじゃないですか？おお、お願いします。ということでこのコーナーいきます。みんなで質問49個5分以内に答えましょう。イエーイ。おお、49個。そうなんですよ、うん、はい、今からじゃあ視聴者の皆さんにそれぞれのメンバーへの質問をコメントで送っていただきます。1人ずつテキパキと7個答えて次の方に交代。7個。5分以内で7人で49個答えるコーナーです。つまり6秒に1問、1人42秒の計算でございます。おお、はい、6秒で1個、はい、今まではね、実はなんか時間オーバーしても質問、なんだかんだね、そうなんですよ、質問やりきるまでやってたんですけど、今回は持ち時間が過ぎたら強制的に次の人に行きたいと思います。はい、では順番は、はい、じゃああやなちゃん、れいちゃむ、せりんご、ともきょん、はるはる、はるる、新しい、すごい、なんかお花いっぱい咲いちゃった今。はるる、やーちゃん、かなりの順番でいきたいと思います。はい、すごい流行っちゃう、はるはる。質問くるかな。はい、じゃあまずはあやなちゃんに。はい、あ、どうぞ。はい、バナナとリンゴどっちが好き？リンゴ好きです。お、いっぱい来ちゃった。相性は綾菜です。今何個答えたかな。もういいや。関の戦国武将は、お、難しい、野口英世です。好きな洋楽はレディーガガさんで、今何問目？3問目ぐらい、4問目。好きな曜日は、月曜日が好きじゃないから火曜日が好きです。犬と猫どっち？ワンちゃん飼ってるからワンちゃんです。あと何個だろう。あと1個、あと1個。何歳なの？17歳です。パチ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 。おー、じゃあ次、レイちゃんさん。はい、はい、得意な運動はバスケットボールです。チャームポイントは刃です。あら、タガメは食べたことある？食べたことないです。おし、さゆりんご好き、好きです。かわいいです。何歳ですか？18で、17です。好きな麺類パスタです。あと何個？あと1個。好きな都道府県は新潟県出身なので新潟です。おー、はい、じゃあ次、さゆりんごです。はい、好きな音楽は、ポルノグラフィティさん。俺の人生どう思う？みんないっぱい山あり谷ありやけど、絶対いい人生歩んでると思うで。日村さん好き？最近ちょっとな、好きかもしれへん。日村嫌いする。そうやねん、実は。足のサイズは 24.5、 普通だった。あ、そうやね、モバメの名前間違ってるってな、スタッフさんにめっちゃ怒られんねんけどな。あれだ、うちいまいちよく分からへんねん実は。はい、次。今日の晩ご飯は何食べようかな。かなりんかな。
やめてどうしよう、好きな色は、うん、赤。おお、はい、次お次はともきょんさん、はい、はい、お願いします。アニメ好き、普通です。明日の天気はハルルンです。オリンピックは、フィギュアスケートを見ました。俺のこと好き、みんな好きです。タコ好き、好きです。年は18歳です。何個、どこに旅行行きたい、韓国に行きたいです。マイアン好き、好きです。おお、はい、じゃあ次の方、はい、ハルルンさん。はい、ダンディさんは好き、めっちゃ尊敬してて大好きです。何これ、リンゴ好き、好きです。もういっぱいある、趣味は歩くこと。春と秋どっちが好き、春が好きです。ウルトラマンはこう、何ですか、リンゴ流れてすごい、うまいな。一番最近見たいが、見てない、ごめんなさい。なんだ、最近ハマっていることは、歩くこと。なっちゃう。あと一応、好きな果物、いちご。ありがとうございます。ありがとうございます。ラッチャンさん、はい、あれ、一気に質問が悪くなった。頑張れ。みんなね、もう尽きてくるよ。好きな色は緑が好きです。リンゴと梨だったらリンゴの方が好きかな。貞子は嫌いです。カレーは何曜日、金曜日くらいかな。パソコンはニコ生主なので大好きです。何本目やろ、わかんないです。好きなアニメはエヴァンゲリオンが大好きです。お、終わった。オッケー、ありがとうございます。かなり、はい、うちへのお願いします。なんだろう、いじりさん優しい、めっちゃ優しいです。テスト大丈夫、テストテストしてない。学生じゃないです。マイヤーの匂いはいつもすごいいい匂いします。好きな歯ブラシは電動のウィーンってやつです。で、好きな色は黒です。で、あれ、ね、見捨てられなくなっちゃった。顔赤い、めっちゃ赤い。そうなんですよ、いつも生撮るの時赤いんですよ。で、最近見た夢は秋のっていうか今日の夢がなんか歯が抜けてる夢。で、あ、オッケー、はい、オッケー、イエーイ。すごい、なんか今日はいっぱいなんか質問が来たような気がします。ねえ、読めなくなって、すごい大変に、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のコーナー行きます。はい、次のコーナーはさゆりんごのおさわり占い。おお、どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。始まってしまった、始まってまいりました。はい、実は私はですね、今まであんまり言ったことなかったんですけど、可愛い女の子の体を触るとその方の運気が分かるというちょっと特殊な能力の持ち主でして、じゃあ皆さんのちょっといろいろなところを触ってその方を占いたいと思います。はい、イエーイ。無理やりのテンション、ありがとうございます。ね、本当に、はい、じゃあやってもらいたい人。あれ、お、ちょっと今ちょっとお二方手が上がったので、じゃあまず、じゃあ、あやなさんから。はい。じゃあ、あやなさん、カモンベイビー。はい。じゃあ、はい、どこ触ってもらおうかな。じゃあ、あやなの二の腕触って運勢を占ってください。ほんまに、はい、ありがとうございます。お願いします。ちょっと、あー、なんか、うらやましいぐらい細いですね。本当に、かわいい。ですか、はい、なんかすごい、多分明日起きたら上に乗ってると思います。一緒に寝てる子ですか。はい、はい、これからはね、その方を下敷きにして寝ちゃうことになると思います。わかりました、ありがとうございます。はい、よくわかんない占い師さんが。ありがとうございます。はい、あ、どうもごめんなさい。かわいい。
はい、その辺にしましょう。めっちゃいい匂いがする。えー、そんな、いい香りする。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はるるんさんもよろしければ。ちょっと怖いです。じゃあ太もも。あ、ほんまですか。え、怖い、どうしよう。太もも、はい、怖い。え、太もも、えーいただきます。すごい怖い。あー、なるほど。あ、何か聞こえるぞ。聞こえる、聞こえる、聞こえないよ。あー、なるほど。何が聞こえるの。なるほど。これからはお肉いっぱい食べると健康的になります。ありがとうございます。すごい、あ、大丈夫ですか。なんかもう結構あのコメントでおまわりさんすごい呼ばれてる。え、そんな、みんなおまわりさん呼んだらあかんで、ね、そんな捕まっちゃうやん。捕まっちゃうのこと知ってるから。じゃあラストなんですけど、どなたか。ラスト、あ、めっちゃやめちゃうかも言われてる。はい、じゃあお願いします。嬉しい、そんな。どうします。怖い怖い。どこ、じゃあ抱きついてもらっていいですか。えー、そう。え、恥ずかしい。そこで急に恥ずかしくなるの。ツボが。失礼します。すごい、すごい。え、裏立ってますか、ちゃんと。なんだこれっていうコメント。占い結果は、あ、私が出ちゃった。占い結果は、なんかすごいサヨリンと仲良くなりそうな気がする。うん、本当に占った。占った。すごい、なんか関西弁。あ、そうです。イエーイっていう感じです。占い、はい、あれ、占い、人間関係良好。良好です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんやねん。結構もう、コメントもね、おまわりさん呼び系が多かったし。そう、申し訳ないです、皆さん。今回もこんな占いのクオリティがどんどん落ちてるって。でもね、なんかすごいね、緊張した、本当に。かわいすぎて。うん、ときめいた、本当に。どうしよう、早く、じゃあ次のコーナーに行きたいと思います。以上、さゆりんごのおさわり占いでした。イエーイ。まあ、ここら辺でね、もうちょっと落ち着かないといけないので、はい、サンミューさんのミュージックビデオを見ていただきたいと思います。はい、はい、こちらはどんな曲でしょうか。はい、この曲は歌詞がいきなり泣きなさいから始まるんですよ。ちょっとリズムもしっとりしてるから、なんか悲しい曲なのかなってね、思いがちなんですけど、全然そんなことなくて、別れは寂しいけど未来に向かって前を進んでいこうっていう希望のある曲なんですよ。撮影が、ミュージックビデオの撮影が、今回沖縄にね、行ったんですよ。はい、沖縄、桜を求めて1月に沖縄に行かせていただいて撮ったんですけど、すごい桜だったりとか、私たちもすごい切ない表情をしているので、そういうところもチェックしてミュージックビデオを見ていただきたいです。はい、はい、それでは聴いてください。春が来て僕たちはまた少し大人になる。聴いてもらいました。春が来て僕たちはまた少し大人になるの着歌はドワンゴ .jp で3月12日から配信です。お楽しみに。はい、はい、ここからはですね、サンミューさんがやってみたい企画を先ほどのアンケートで、書いていただいたので、こうやっていきたいと思います。はい、はい、ではじゃあ最初の企画はこちらです。あやな&はるるんプレゼンツ腕相撲にらめっこ選手権。イエーイ。はい、こちらはですね、あやなさんが腕相撲をやりたいと書いていて、はるるんさんがにらめっこをやりたいと書いていたので、それをもうまとめちゃってやりたいと思います。はい、はい、で今から腕相撲をしながらにらめっこをしてもらいたいと思います。でルールはそのもうそのまんま腕相撲をしながらにらめっこなんですけど、どっちで負け、腕相撲で負けても、にらめっこで負けて笑っちゃっても負けになるので、はい、難しい。そこはそんな言い方なんですけど、結構ぐちゃってやったゲームなので、はい、はい、じゃあここでやっていきたいと思います。はい、ではじゃあどうしよう、
あやなさんから、はい、はい、どっち行こう、お、どっちとやりたいですか、え、どちらにしようか、時間かかるの、天の神様の言う通り鉄砲撃ってば長いな、長いな、バンバンバン、バンバンバン、バンバン、赤とんぼ、青とんぼ、虫眼鏡、縦眼鏡、あ、さゆりんごさん、あ、決まった、決まった、よかった、よろしくお願いします、はい、あら、座布団よいしょ、はい、腕相撲しながらにらめっこ、はい、よし、いや、ちょっとあの全力でいきますね、何ですか、全力で、お、あ、このりんごトマトさん、これはよし、バイビーよし、では、じゃあよろしくお願いします、腕をセット、はい、よろしくお願いします、セッキン、セッ、あ、なんかレディーゴー、あー、え、え、さゆりにらめっこだよやばい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 、うわやばい、え、強い、すごい、はい、勢いがすごい、めっちゃいい、あやなさん、すごい、やばい、強いですね、どっちも強かった、にらめっこも、すごい、全力です、すごい、皆さんの全力です、はい、では次第2回戦、はるるんさん、はい、お願いします、どうする、え、いや、かなり低いよ、びっくりした、今すごいびっくりなんだ、じゃあ打ち行こうか、はい、行ってください、はい、お願いします、じゃあお願いします、頑張って、全力で、うん、結構顔やばくなっちゃうから大丈夫、どうしよう、でもうちやっぱりあの可愛い子前にするとさ、こうあの上がっちゃうじゃん、だからね、ちょっとここはそれを忘れるぐらい、見えないぐらいに顔変にしたら、うんうんうん、多分うち、なるほど、そういう戦略でいくね、はい、はい、ではセッ、おー、すごい、より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 よそう、うちね、いつもね、この番組でね、絶対負けるのよ、アイドルさんと対決とかすると、だから今日ね、もう 目をね、見えないようにしようって思ったすごい、よかったカラリーの変顔はすごいね、これちょっと放送大丈夫かな生放送なんだけど、本当だ、だってこれカフできないですよ、はい、ではじゃあ、じゃあ続いての企画に行きましょうか、はい、はい、はい、続いての企画はですね、うん、あれ、あ、はい、ともきょん&やーちゃんプレゼンツ、はい、叩いてかぶってイラスト描いてじゃんけんぽん、イエーイ、はい、え、こちらはですね、ともきょんさんが叩いてかぶってじゃんけんぽんをしたいと書いていて、はい、やーちゃんさんがイラスト対決をしたいと書いていたので、これもまとめちゃいました、まとめちゃいました、はい、で、はい、ルールはですね、うん、あの MC がイラストのお題を出します、で書いてもらって、で、書いてもらうんですが、5秒経ったらスタッフさんが、はいはい、あの笛を吹きます。おなので、うん、その叩いてかぶってじゃんけんポンをそこからやってもらう。おなるほど、はい、笛が鳴ったら始まります。同時にやるんですよ、ね、うん、どっちも。そう。で、叩いてかぶってじゃんけんポンに負けないようにしながら、はい、先にイラストを完成させた方が勝ちです。おお、はい、なるほどなるほど、ですか、難しい、はい、まあでも無理やりねこうぐちゃってやった企画なの で、はい、はい、まあちょっとどうなるか、ね、どうなるのかまだわかんないですけど、はい、では早速1回戦いきたいと思います、はい、はい、ともきょん VS やーちゃんです、はい、頑張ります、ファイト、はい、ファイティング、はい、はい、ほんまや、あ、よろしくお願いします、ともきょん、A 大丈夫ですか、
あ、すごいいっぱい何でもある。はい、では。どうやってセットする？準備中。よし。準備。はい。あー、あ、はい。あ、どっち利きですか？右利き？右利きです。はい。画用紙も。準備。どうぞ、よろしくお願いします。よいしょ、はい、あ、どうもありがとうございます。めちゃシュール。はい、じゃあ、はい、では、はい、じゃあ早速お題を言います。衣装つけないじゃんじゃんアンパンマン全身。アンパンマンお題です。はい、では、はい、いきますよ。はい、じゃあ私がたたえ、あ、じゃあ、私がスタートって言ったら、絵を描いてください。はい、レディー、あ、よーレディーまで言うとちょっと用意スタートって言うのに。いや、全然いいよはい、よーいスタート。おー早い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 。あ、なった。叩いて叩いて叩いて、頑張ってジャンケン。はい、アイコンでしょ、アイコンでしょ。あーあー先生、はい、では、よーいスタート。おーおー、早い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 けどね、すごい。おおおお、でもすごいけど、なんか、なんか、あ、なった。叩いてかぶってじゃんけん、はい、あいこでしょ、あいこでしょ。いやーやーちゃんさんめっちゃ遅い、めっちゃ遅い。はい、よーいスタート。おお、まあでもやーちゃん書き終わりじゃん、ね、ちょっと考えてる、できました。できたよ。あ、同時？同時だ。同時？引き分け。引き分け？なんと、まさかの結果は引き分け。引き分け。イエーイ。あ、じゃあ描いてもらったイラストも見せていただきたいですね。え？はい。はい。うん、せーの、じゃん。どっちが上手？んー、どっちが上手？私ちゃんとアンパン配ってんもんどっちが上手ですか？いや、あれ、そんな変わらない。だって私はハルルンさんやと思うんだよ。思ったより、トモキョンさんだと思うんだよ。え、かなり今どう？ヤーチャーその黒い塊何？思った、ヤーチャー。え、あんこだ、あんこでしょ。あんこに？あんこが出る。配ってるんです。優しさですね。優しさです。それまでちゃんと考えてるっていうやーちゃんさんにうちは一票入れる。おお、はい、じゃあ私が勝ちでいいですか？どうなんですかね。皆さんどっちがうまいと思いますか？ちょっとちょっとみんなの反応を見てみますか、ね、どっちだ。ほら、やーちゃんって。じゃあ負け。早っ、諦めるの早い。でも、でも、引き分けやな。引き分けやな。そうなんだ。引き分け。はい。はい。ありがとうございます。では、次の試合に続いていきたいと思います。はい、うん、2回戦は、レイチャムさん VS さゆりんご。イエーイ、お願いします。イエーイ。イエーイ。はい、頑張ります。よいしょ。よっこいしょ。買ってきてね。はい。頑張れ。準備は大丈夫ですか？はい。はい。では、お題をいきます。はい。じゃじゃん、相手の顔。すごい難しい、そんな。はい、ではじゃあスタートって言ったら絵を描き始めてください。はい、行きますよ、うん、よーいスタート。めいちゃんも不安やな。え、めっちゃ、めっちゃ可愛く描いてね、ちゃんと思った通りに。めいちゃんちゃんと、ちゃんと、ちゃんとね。めいちゃんね、叩いてかぶってじゃんけん、はい、ひっ、すごいね、なんか特徴がある顔やからすごい描きやすいかもしれへん。あの、絵下手なんですいません。え、ほんまですか、そんな。ねえ、可愛くないって。怖いちゃん。あー、すごい。はい、叩いて頑張ってじゃんけん、はい。はい。あー、これ、ノー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 さっき、あれ、いや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 、ハンバーグ、はいはいはい、もう一回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 あれ書いていいですか？どうしよう、じゃあちょっと今のおまけね。うん、よーいスタート。
結構ね、なんかいい感じかもしれへん、もちろん。でも私も結構可愛くかけてます。何ですか？ノーコメントで、ちょっと、あーなるほど、どうしよう。嘘でしょ。はい、ただいかぶりじゃんけん、はい。イエーイ、これすごい、さっきのはなかったことにして強い感じだった。ちょっとスタッフさん甘いんじゃないですか。やすごい、はい、まあ、じゃあ絵をちょっと見てみたいと思うので、はい、カメラに、ちょっとずるいずるい、ちょっと出て出て出て、私のレイちゃんもさんはこちらです。結構似てる感じが。え、似てないですか？結構いい感じ。ほくろ、そう、特徴。でも私もなかなかできましたよ。あ、うん、ですか？はい、せーの、はい。嘘。どうなんですか？似てます？似てない。なんかお風呂上がりみたいな髪の毛。本当に。前髪の。前髪すごい。前髪嫌だ、なんか。この前なんかちょっと嫌なんですけど、すごい。アホ毛めっちゃ立ってる人みたいな。ちょっと巻いてるから、はい、巻いてみました。いやいや、そんなことはいらないですよ。ありがとうございました。次行きます。暴れた、よいしょ。暴れました、ね、暴れました。はい、はい、では、はい、続いて、さ、次、はい、3回戦、はるるん VS、はい、私中野です。イエーイ。うち ね, あ, ねえ、あの、知ってる、うち絵本当に下手くそなんだよ、うん、いや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 、ハルルンもなかなかな。あ、本当なんですよ。あらあらあら、じゃあちょっと、じゃあ、はい、絵のお題はこちらです。象と牛。象、え、2つ描くの？はい、2つとも描いてください。象と牛さんです。象好きなから大丈夫ですか？おじゃあ、よいよいですか？では、はい、よい、スタート。頑張れ頑張れ、はい、行け。ちょっと、嘘、牛も描くんだよ。分かってるよ。やばい、やばい、やばい。牛ってどんなんだっけ？はい、叩いてかぶってじゃんけんぽい。アイクでしょ、アイクでしょ。あ、ちょんぽい。あ、すごい、すごい、いい戦い。やばい、ちょんぽい。あ、こっちだ、こっちだ。はい、やってください。はい、牛が分かんない。牛ってどう、ちょっと待って、こんな感じだよね。なんでに、ちょっと待って、牛のイメージが全くなくなっちゃった。そう、これ鼻ね。はい、叩いてかぶってじゃんけんぽい。はい、行くでしょ。あー、あー、かなりだ。あー、イエーイ。ちょっと、じゃあ、ちょっと、じゃあ絵見せていただきましょう。見せましょうか。いや、これは怒られそう。じゃあ、せーので。はい、せーの。絵では負けてるね。え、待って、なんか、私なんて言いましたっけ、お題。あ、象と牛か。一回象と牛だよ。なんか二人とも下手すぎて。牛が、牛が、ハルルンとか熊っていうか、なんかわかります。これが特徴です。これが特徴。ハルル、鼻三つあるの？違う。なんか鼻なんかリングしてます。そう、うちもリング変えたの、これリングなの。あ、そうだ、これちょっと。いやいや、カナの、そんなリングしかないやん、牛。何がリング？これ牛だよ、牛。どう見ても、すごい幼稚園みたいな絵描く。すごい。はい、では、じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、叩いてかぶってイラスト描いてじゃんけんぽんでした。イエーイ、長いわ。すごい。はい、はい、ではよいしょ。もう落ち着きましたか？ね、そう、落ち着いた。でもちょっと本当に、ね、やばいね。いや、二人ともやばかったですよ。もうね、どっちかじゃなくて、もう二人ともやばかった。どうしようかと思っちゃった、本当に。じゃあさ、はい、残念ながらそろそろ番組も終了のお時間になってしまいました。はい、はい、じゃあ、いかがでしたか？あの、初めてだからみんなちょっと最初緊張してたんですけど、はいはい、楽しくできました、対決。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。
あの、最後に1個お願いしてもいいですか、はいはい、さゆりんごパンチいただいてもいいですか、はい、あ、そんな嬉しい。え、じゃあどうしましょう。じゃあレイちゃんさん、はい、じゃあレイちゃんさんに、はい、さゆりんごパンチ、わあ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。すいません、こんなの。えー、嬉しい。よくぞそんな知ってくださった。サイリングパンチなのなんですよ。そんな喜んで、いつもそんなに喜んでくださらない。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、はい、はい、じゃあ告知をお願いいたします。はい、3ミュー5枚目のシングル春が来て僕たちはまた少し大人になるが3月19日にリリースします。はい、それに伴い全国各地でリリースイベント伴って伴ってね伴ってね、それに伴って、はいはい、全国各地でリリースイベントを回るのでぜひお近くにお寄りの際は皆さん遊びに来てください。はい、はい、そして4月12日に私たちのワンマンライブサンミューライブ2014サン&ユー春の嵐を品川ステラボールにて開催します。はい、はいはい、この、 あのチケットは、はい、絶賛発売中です。はい、お願いします。はい、そして私たちもニコニコ生放送をやらせていただいているんですけど、毎月第1火曜日にみんなのサン&ユーというタイトルでやらせていただいています。次回は3月4日です。皆さんタイムシフトの予約を忘れなく。はい、そしてあのいろいろ告知をさせていただいたんですけど、詳しくはサンミューのオフィシャルホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。もう行きます。もうまた イベント行っちゃいます。わー、嬉しい。あ、これが愛なんだの、はい、リリースイベント行っちゃった。なんか2列目ぐらいで見たね。めっちゃレスとかもらってすごいね。めっちゃ正直すごい、なんか初めて見た時なんかカナの好きそうなタイプのアイドルさんだなって思ったんで、もうこういうね、あの白いワンピースですみたいな、あのなんか黒髪ですみたいなアイドル大好きなの。だからちょっとサミューさんちょっと激アツなので、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。4月のステラボールも、はい、ステラボール、はい、いただきます。皆さん、4月12日来たらね、まさかの乃木坂さんぐらい、ダブルサービスなので皆さん、サミューと乃木坂さんに会いに行きます。待ってます。すみません。待ってます。まあ、ちょっと出店乱用してしまいましたが、今日もここで、今回のゲストさん、サミューさんはここでお別れなので、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、かわいい。はい、はい、いや絶対な好きな感じなんやろなと思ってて、うん、分かるでしょ、分かる、分かるでしょ、もうね、見た時からはい、はい、じゃあ私たちも告知しましょう。そうしましょう。はい、はい、ですね、はい、4月2日ニューシングル、うん、気づいたら片思いをリリースいたします。はい、はい、この曲はね、すごいいい曲だよね、うん、めっちゃいい曲、うちめっちゃ好きなの、うん、あ、ほんまに。ダンスもすごい、うちまだ覚えてないんだけど、うんうんうん、めっちゃかっこいいじゃん、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいい、うん、そう、あの、ねね、だからいつか皆さんの前で早く披露できたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あともう一つ、はい、あの明日、もう明日なんですけど、はい、あの1周年ライブの、うんうんうん、あのライブ DVD、うん、ブルーレイが、はい、あとリリースします。なので、うん、あのぜひそのチェックの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、他のいろんな情報はですね、乃木坂の公式ホームページで見ていただけたらいろいろ分かると思うので、あのちゃんとチェックよろしくお願いします。はい、チェックしてください。はい、ね、あ、そういえば最近あれも始まったもんね、あの乃木坂メール。あ、乃木坂メール、そう、さっきもね、はい、あの夢の話出てきたじゃん、うん、あの質問で、うん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 、あれ乃木坂メールで送ったからね、うん、あ、そうなんや。そう、おお、じゃあ そのね、メールでしか見れない、うん、秘密の話とかもいろいろあるので、皆さんもしよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ、はい、ではね、ここで、うんうんうん、そろそろ2組目のゲストさんをお呼びしたいと思います。はい、後藤真理子さんです。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。後藤真理子です。はい、あ、ではお座りください。はい、はい、お邪魔します。お願いします。
はい、後藤真理子さんはですね、大阪府出身で2003年に結成したロックバンド緑でボーカルギターを担当、はい、その後2010年にバンドを解散し、その後はソロとして活動中、はいはい、歌手以外にも女優などさまざまなジャンルで活動されています。はい、ありがとうございます、ね、来てくださって、ありがとうございます、はい、呼んでいただいて、はい、すごい大先輩を、ねえ、ねえ、経歴だけ無駄にあって邪魔ですよね。いや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 、いや、ソロで活動し始めたんが2010年、うん、11年10年忘れたや、うん、なんかね、今ソロで2枚し、はい、アルバム2枚、シングル1枚出してるんですけど、まあ、それまではバンドでやっとって、ソロでまだまだキヨキヨです。おー、いやいやいや、そんなことは。オーラがすごいから、うん、本当にそんなことないです。はい、まあ、ということで、はい、すいません。はい、ここでね、いろんなお話を聞きながらですね、はい、あのパフォーマンスも私たちもまだまだなんで、うん、こうお勉強させていただきたいなと思うんですが、いろいろ質問してもよろしいでしょうか。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、ですね、うん、あのよくあのライブが過激だと、うんうん、こうあのお聞きするんですが、なんか緊張してます。慣れてますか。緊張してるって言ってました。やばい、緊張してる。リラックス、リラックス。リラックス。はぁ、オッケー、オッケー。あの、うん、お、なんと、あ、ここです。あ、ここですね、はい、うん、あの、うん、ちょっとあのお話を聞きたいところなんですが、ちょっとトラブルがちょっとございまして、すいません。はい、はい、あのミュージックビデオを見ていただきたいと思います。はい、はい、こういう音楽をやられている方なんだっていうのをこう見てもらいたいと思います。はい、うん、まゆという曲なんですが、これはどういう感じの曲なんでしょうか。あ、もうそのまま。あ、じゃあ、はい、一旦ミュージックビデオをご覧ください。どうぞ。はいはい、うん、はい、聴いていただきました。まゆの着歌はドワンゴ .jp で配信中なので、はい、ぜひダウンロードしてください。よろしくお願いします、はい、改めましてよろしくお願いします。後藤真理子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声が聞こえるようになったかな。ワンツーワンツー、聞こえてますか皆さん。あ、聞こえた。あ、よかったよかった、よかったよかった、うん、それは、はい、うん、じゃあ早速いろいろお話聞いていきたいと思います。お願いします、はい、はい、あ、そう、さっきの続きなんですが、うんうんうん、あの印象に残ってるこうパフォーマンスとかがあったら、はい、あの、うん、教えていただきたいなと思うんですけど、ちょっとまだトラブル中です。まだ完全にトラブルが完全にちょっと音声が、うんうん、おおお、じゃあこの上のホームページをチェックしていただけるの。これ大丈夫、つけた、はい、オッケー、まあ、生放送ならでは申し訳ない。新しい、これは何だっけ、それで。あ、そうです、あのパフォーマンスで、パフォーマンスで印象に残ってるのとかがあったら教えてほしいな。自分のパフォーマンス、はい、あ、自分のパフォーマンスはね、こうあんまり覚えてないって言ったらあれなんですけど、ライブ中はこうカーッとなってるんで、はい、覚えてます、なんか。え、でも分かりますね、私もさっきも なとか言っちゃってごめん。いやいや全然、うん、私たちもこの前ライブやったばかりなんですけど、うん、こうなんか覚えてないですよね、なんか何やってるのか分かんなくなる。そう、ライブ中はもうライブのことでバッて必死になってしまうから、うんうんうん、でもすっごいお客さんやなっていう時とか覚えてない、なんかこう、うん、お客さんのエネルギーがすごい時とか、景色とかすごい、うん、え、なんかさゆりもさっき話してたんだけど、うん、衣装さ、ちょっと違うまま出てたの気づかなかった。あ、そうなんですよ。そう、なんか衣装替えとかも、うん、なんか違う衣装でやるから、なんかそれ話に聞いたことあるかも。もうシュッシュッバババババって着替えるから、あ、自分の靴じゃない靴だ、まあいっか、いっか、そうなんですよね、とりあえず行けみたいな感じ。あれは都市伝説じゃなくてほんまに。いや、ほんまに、なんかほんなら足のサイズ右と左 24.5、25とかあんの。あ、ありますね、全然、なんかちょっとカポカポしてるなって思って見たら違う、この。あ、でも大丈夫なんや。あ、全然、なんかもう出ちゃったらもう全然忘れ、そう、こっちの方って感じです。まあ、数があるだけいいよね。そうですね、確かに。あ、片足ないとかってちょっとまずいけど。やばいけど、うん、はい、はい、じゃあ他には。他にですね、うん、あの、うん、私食べるだけで、うん、あの見させていただいて、あの、たんですけど、毎週ありがとうございます。え、すごいなんか、あの、うん、
なんか私食べるだけですごい、うん、あのなんか綺麗な方だなと思ってあのこうググったりとかしたんですよ、それで、ね、すごいあの私すごいその印象が食べるだけの印象がすごかったんですけど、はい、あの女優業とかもすごいあのお得意なんですかね。お得意なんですか、すごい質問ですね。女優業がお得意な人は多分女優さんだと思うんですよ。あ、僕は何なんでしょうね、なんかよく分からんねんですけど、女優、うん、まあその食べるだけっていうドラマさせてもらった時もいただきます、ごちそうさまぐらいしかセリフがなくて、あとはバクバクって食べてるだけやったんですよ。せやからね、こうなんかドラマとかお芝居されたことあります？私たちもほとんど、うん、ほとんどあんまりない、そう、若干みたいな、うん、若干ぐらいですかね。なんか多分、ま、僕変わらないというか、 もっと僕の方が全然してないぐらいだと思うんですよ、まあ、ご飯食べて、うん、このフォームでみたいな、めっちゃそれぐらいの監督さんにそれぐらいのなんか演技指導しかいただいてなかったんで、うん、でもすごい美味しそうに食べてらっしゃって食べ方とかすごい綺麗ですよね。あんまりなんか食べ方とかすごいあれですかね。ごめんごめん、緊張させた、ごめん。なんか活動は結構なんかアイドル寄りだったりするんですか、うん、全然そういう意識はなく、そう、結構対バン、そうですね、対バンさんね、はい、うん、なんかね、アイドルさんが多くて、TIF、TIF、東京アイドルフェスティバルとかにも出させていただいたりとかして、でもね、もうアイドルって何なんでしょうね。乃木坂ちゃんはもうアイドルやないですか、はい、うん、で、こう AKB さんとかもアイドルちゃんで、ももクロちゃんとかもアイドルやし、そうやけど、こう今こうアイドルの、まあ、いろんな形があって、はい、BiS さんとか、うん、だからそれがこうすごい市民権を昔より得てきて、アイドルの定義をどこに置くかっていうのは僕はちょっと難しいなと思って、う、まあ、言うたもん勝ちやなと、あだからがちょっとあります。何でも言うたもん勝ち、そう、なるほど、はいはい、でもあれですよね、うん、2月には週刊プレイボーイでグラビア撮影も、やったー、恥ずかしかったです。恥ずかしかった。やったことある？なんか あれ、はい、なんかね、 T シャツに水プシャってかけられるやつ、はい、あ、わかります。見たことある？見たことある、うん、あります。ほんまに恥ずかしい、あれ、うん、もう、あ、大丈夫だからって言われて、プシュプシュプシュってこう霧吹きみたいなんで水をすんなりさせられて、はい、ほんまにね、あれはすごい体験でした。あ、でも、うん、あのうちらの写真集のさ撮影の時もさ、はい、水着でさ、うん、シャツ上から羽織ってとか、びしょ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 、え、水着は何色？白、白やって、どうしよう。白の水着でさ、シャツは何色？白のシャツで。大丈夫やった？大丈夫だったかな。どうやって？かね、うん、まあ、それは見てのお楽しみですか、うん、はい、はい、あ、楽しみだ。あ、汗かいちゃった。では、はい、いろいろお話をお聞きしましたが、うん、ここで、ね、はい、告知をかけた企画に行きたいと思います。お、はい、うん、告知をかけた真剣勝負、後藤真理子さんの可愛いところが見たい、イエーイ。まあ、結構ロックでかっこいいイメージのある後藤さんですが、はい、うん、せっかくなのでアイドルっぽい可愛いところが見たいということで、はい、3つの企画をクリアできたら告知ができるという、うん、はい、企画になっております。ではまずこちら、乃木坂の歌を一緒に踊って可愛く踊れたらクリア、イエーイ。はい、はい、うん、はい、これはですね、はい、あの今から私たちのそんなバカなっていう曲のサビを一緒に踊ってもらって可愛くセンターをできたらクリアです、うん、なんで、はい、一緒に練習していただけますか、はい、はい、教えていただけますか、はい、ぜひ一緒にお願いします、うん、そんなよいしょ、ここで実はこのかなちゃんがすごいダンスが上手いので、え、
いやいやいや。そのまま。うん。あ、これもどけた。じゃあ、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい。では、じゃあどこに、はい、じゃあとりあえずセンターへ。はい。はい。はい、どっから。どこら？サビ？サビを。はい。うん、まず手を、はい、パーにして前に出します。前に出します。したら右手は上で、うん、左手は下で斜めにします、うん、この開いて閉じて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 いい感じです。はい、はいはい、2回やります。2回したらこの両手を8の字を書きます。8の字8の字、うん、S? S だ。 S の字を書きます。 S の字を書く、うん、はい、うん、いい感じです、うん、もう1回じゃあ最初から。はい、斜め斜め S S おー、いい感じです。おー、覚えれた。そしたら、はいはい、この、うん、これを逆バージョンにします。逆バージョン、こう、はい、うん、そうです。開いて閉じて開いて閉じて、また同じ S を書きます。 S S S、 おー、いい感じです。できた。おー、うん、うん、はい、ではそこもこれ、これだけ。頑張れ。あ、では、この右手を出して、はい、左足を曲げます。ちょん。曲げて、右手も引きます。あ、そうです、そうです。はい、いい感じ。はい、あ、2回やります。2回。はい。で、やったら、右手右足を出して、はい、左手左足で出して、うん、頑張れ。あ、出したら右手右足を閉じて、左手左足を閉じます。こう、あ、そうです、そうです、うん、いい感じ。出したら閉じる、出したら閉じる、出したら閉じる、出して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 閉じる閉じる、はい、うん、はい、ですね、はい、ですね。こっち、こっち、こっちかな、こっちか、はい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 、うちらもダンスが、あ、これ、はい、ここまで来ました。ここまで来ました。開きました。閉じて閉じて、手を横に出します。はい、で、足をちょっと内に入れて、内に入れて、このポーズを一回したら、一回したら右手を頭の後ろに行きます。で、左手をちょっとこのこういう感じで、こういう感じで下に持ってきます。はいはい、ざっくり。で、足をはいガチャ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 、小鹿っぽい感じ。あ、そう、小鹿っぽい感じ、生まれたての小鹿な感じで、はい、こういう感じで、はい、ここまでで、じゃあ、最初から、はい、今ので、今ので一つの区切りなので、一つの区切り、はい、できてますので、うん、最初から行きましょうか。はい、これおさらいですか。おさらいです。おさらい、はい、では行きます。はい、右手と左、斜めを出します。斜め斜め S S 斜め斜め S S ぎゅぎゅ、そうだ、ぎゅぎゅで開いて閉じて閉じてポーズで、それチョンの小鹿、小鹿、小鹿、あ、いい、めっちゃいい感じです。大丈夫ですか。大変だ。はい、ではちょっといい感じなので、このまま、この調子でミュージックスタート。すごい。お、エース、エース、開いて、エース、エース、うん、開いて、開いて、閉じて、はい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 、すごい。これはもう、わかんない。これは
もともと可愛ければクリアということなので、もともとちょっとそういうゲームなので可愛かったのでクリアー、イエーイ。では戻ります。戻ります。椅子をありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、はい。でも本当になんか覚えが早いですね、はい、ダンスの覚えが早かったですか？早かったです。正直早かったです。ちょっと夢を見てられたんじゃないですか？いやいやいや、なんかすごいなって思いましたよ。本当に。あ、ほんまですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、やらせてしまって本当に申し訳ないです。本当に拙い、拙い教えで。いや、楽しかったですよ。踊ることなんて日常でないんで。あ、ほんまですか？うん、あ、なんか嬉しい。嬉しいです、こんなもので。はい、では、はい、じゃあ続いて、うん、可愛くないシチュエーションで可愛く萌え台詞を言えたらクリアー。おー、はい、これはですね、あの可愛くない設定が、うん、あの書かれた紙がありますので、うん、あのその引いて出た設定で、うん、あの可愛く萌え台詞を言えたらクリアということです。はい、はいはい、じゃあ可愛くないお題はこちらです。じゃあ引かないで、あのさゆりんが、はい、持ってまいりました。私が、はい、卒業式の日、花粉症でくしゃみと鼻水が出まくりの中、はい、ずっと好きだった後輩の松村に告白する女子校の生徒。おお、同性愛ということですか？ですよね、思いました。うん、松村先輩、うん、私なんか女子校の中で、あ、後輩か、うん、女子校の生徒、あ、同性愛ですね、これは。あら、すごい、ストレートに、そんな、いいんですかね。卒業好き、はい、うん、うんうんうん、はいはいはい、じゃあこれはどうしたらいいんですか、やりますか、はい、かわいい、じゃあ可愛く萌えセリフを、この設定で、この設定で、はい、可愛く萌えセリフを、じゃあ、はい、どうしますか、後輩立たせますか、はい、あ、いや、もうこのままで、ここで、はい、はい、OK です、はい、では、よーい、スタート。今日で、はい、卒業やねんけどさ、うん、ずっとテニス部で球拾いしてくれてありがとう。なんかその後ろ姿に、うん、実はずっとドキドキしてて、なんというか、はい、ティッシュ借りてもいいかな。そうなんですか。ありがとうございます。大丈夫、こんなんで。これは面白い。確かにこれはもうクリアでしょ。もうそれはそうですよ、はい、ちゃんと気持ちも答えていただいて。もう一つお題があるので、うん、おもう一個あるの？もう一個あるみたいですよ。残念ながら。何？続いてのお題はこちらです。はい、夜中に一人で牛丼屋で大盛りの牛丼を食べていたところ、うん、向かいの席に憧れの先輩が座ったのでうまくアピール。おお、こんな状況。え、牛丼屋で大盛りの牛丼、あ、あ、これ恥ずかしいからや。そうです、めっちゃ恥ずかしいんですよね。牛丼屋で大盛りの牛丼、しかも大盛り、大盛り、あー、女子が夜中に一人で大盛りを、恥ずかしいけど、オッケーオッケーオッケー、アピールしまくる。では、うん、大丈夫ですか、準備 OK ですか、はい、いきますよ、うん、よーい、スタート。あ、すいません、大盛り卵2つ、はい、豚汁にしてください、お願いします。よいしょ、はい、来た来た。これ、あーんしてんの、進めてんの、声に発しないっていう。いや、ちょっと席がカウンターで遠い、はい、こう、向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 こう、あーんできないけど、こう、あーんできないけど、うん、で、こう、気持ちエクトプラズムを飛ばすぐらい、あー、やってないけど、気持ちはまだここにおるっていう。あー、なるほど、ずっと、おー、ありがとうございます。すいません、すごい、結構リアリティがある。これはね、キュンとしますよね、うん、このこれちょっと今後実は使えるんじゃないですかね、うん、本当に。え、使う。あ、牛丼屋行くん。いや、私行ったことないんですけど、正直行ったことない、行ったことないんですよ。吉野家松屋好きや、
はい、実は。あらら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 らディアステージというお店で1日店長をします。お、はい、秋葉原ディアステージにて3月20日、4月23日、5月14日3ヶ月連続で1日店長をやります。歌とか歌ったりなんかよく分からへんけどいろいろします。はい、そしてじゃあれない、なんで、おいしい、おいしい、なんかさ、誰かにさ、ビリビリってやられたんかと思った。びっくりした。はい、次、はい、3月2日、これは後藤真理子ライブです。打ち込みスタイルで大阪の心斎橋ジャニースというところのライブハウスで、FM 大阪さんのイベント爆ひなに出ます。姫キュンフルーツ館フクローズちゃん、女の子のお祭りです。そして3月21日はゼップダイバーシティで、凛としてしぐれというバンドのピエール中野くんのイベントでギター弾きまくります。同じ3月21日になぜか渋谷クワトロで DJ します。テレビプロスのイベントです。で3月23日下北沢ガーデン大森聖子ちゃんという子と、2人で一緒に歌うんですけど、それ売り切れちゃいました、ごめんなさい。で次いっぱいでごめん。3月30日渋谷ウエス、イースト姫キュン祭り、姫キュンちゃんのイベント出るよ。あと3月31、4月1日、4月3日、4月4日東高円寺2万電圧強い、うん、これね、まあこんな感じの時代の、はい、まあライブハウスっていう、まあライブハウスっていう感じの、多分行かれたことないと思うんですけど、そういうところでビスちゃん、アップアップガールズちゃん、ベルハネギッコちゃんと一緒にこの日程で、対決します。後藤真理子ストロングスタイルです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、生のアイドルが好き第11回もそろそろ終わりでございます。今回の番組はスカパーのアイドル専門チャンネルピグーにて3月2日の20時からオンエアされます。オフショットなども追加されているのでお楽しみに。それでは今日は乃木坂46の最新シングルバレッタを聴いてさよならしたいと思います、はい、それではマリコさんも一緒に、はい、さよならさよなら。